ニューヨークはあなたにとってどんな街ですか？そうやね、何か興味あることに対して追求するっていうのはすごくもう癖かな。自分の中でその生き方をアートにっていうのは、まあ、音楽は中学生の時からやってたからあれ、ね、うん、その時に一番自分にとって響かせやすい、自分の心を一番こう引っ張り出しやすい、正直に一番なれるものであったっていうのが一番確かに感じる部分かな。あ、面白いなと思うのは、例えば日本やったら、その一曲を聴き切って、例えばチップを入れるなり、周りの人の動きを見て、まあ、例えばそのチップを入れるなりするけども、30秒でチップを入れてきたり、この人って本当聴いてるのかなと思うぐらいの速さでチップを入れてきたり、本当に心から乗ってくれたり、ただ僕の言葉って日本語なのに、そのリズムとそのボイスだけでこう、それを聞き分けてもらって、まあ言ったら全然違う国の人間なのに、そう受け入れてくれる、その素晴らしさはすごく嬉しい。感覚で生きてる人たちなんだろう。感覚を信じて、あ、例えば言葉が分からない、その言語の意味が分からなくても、それを自分で響いたものに対して評価をくれるっていうことに対してすごく嬉しい。生き方、ライフスタイルかな。やっぱり生き方としてどういう生き方をするか、どういうふうに希望を持つかとかと、幼少の頃の自分とのすり合わせをするっていう感じ。人生が一回やと思ったらファッションできると思うんやけども、だからこの一瞬のやっぱり生きるっていうことを大切にしたいって思ってるからね。